今回は PS3 の中古を買ったのでご紹介します。やっぱり PS5 が抽選でもうどうしても当たらないんですよね。だからもうこの PS4 で頑張って積みゲームを消化したりして楽しんではいるんですけど、今回 PS3 の中古を買ってこの PS3 でしかプレイできないゲームがあるので、またそちらをちょっとずつ買って楽しんでいきたいと思います。ではちょっと画面を、これ今映ってるのは PS ストアなんですけど、今度ですね、あと3ヶ月、4ヶ月でこの PS ストアの、PS3 と PS ビータのショッピングがもうできなくなるっていう、なんか公式から発表がありましたね。これは、以前に買ったものはプレイできるんですけど、再ダウンロードして利用できるんですけども、新規でゲームを買ったりすることができないっていうことなんですね。あとダウンロード版とか、ただパッケージ版を買ったり以前に購入したダウンロードは、再度落とすことができるみたいなので、ちょっと古いゲームを引き続き楽しめるみたいなので、ちょっとここから遊んでみたいと思います。で、もう14年ぐらい前にダウンロード版で落としてあった昔のバイオとか古いゲームがあったので、またこれもちょっと今やらない、これはやらないとは思うんですけど、一応はまた落としておきました。で、このレッドデッドリデンプション、これ1ですね。これも2が4で出て散々遊んだんですけど、この1は以前に持ってた時も相当遊んだんですけども、これ PS3 でしか遊べないので、これもまた買ってみました。一度クリアはしてるんですけど、もう一度ちょっとやってみたくなって、実はデッドリデンプション2のこのその後アフターなんですよ、この1の方が。だからこの主人公のジョンがその後どうなったのか、もう一度ちょっと確認したくて、これやってみたいと思って買ってあります。右側が PS3 で左側が PS4 ですね。今は PS3 を起動してます。で、もう早速中古で買って少し遊びました。ロックスターゲームズ、グラセフとか出してる有名なゲームメーカーですね。ちょっと遊んだ感じでのちょっと感想は、まあさすがに画質は少々荒いなっていう感じですね。当時やった時はこんなにすごいグラなのかと思ってびっくりしたんですけど、やっぱり15年ぐらい、14、5年経つと目がちょっと綺麗なグラフィックに慣れてしまって厳しいところはありますけど、まあでもまあちょっとストーリーが気になるので、もう一度クリアして楽しみたいと思っています。これでも一応 1080p なんですけど、
ちょっと馬で走ってみましょうね。うん、やっぱり2をやった後だと相当荒く感じますよね。でもこの時代でこの馬のこの動きの滑らかさ、これはすごいですね。ということで、今回 PS3 の中古を買ってみた、ちょっとやってみた動画でした。